さんがいた。駐車場料金は500円です。山が見えてきました。活火山って感じの雰囲気ですね。浅間神社のある場所まで来ました。自己責任で登山をしてくださいになってますので、重々気をつけていきたいと思います。前掛け山へは行くことができません。
こちらの方に J バンドの方向かって、のこぎり岳に登りたいと思います。それでは、のこぎり岳に登るんですけど、のこぎり岳のこの岩の圧がすごいですね。いやー、なんか進撃の巨人って感じですね。これは登っていくの大変そうだな。J バンド登ってきました。この先行ってみたいと思います。標識もさ、こだわってるね。岳からここからぐるーっと回って黒布岳まで行きたいと思います。それでは行ってきます。のこぎり岳があそこに見えます。浅間山がありまして、あそこの辺りから登ってきたんですね。目指す黒布山、あれかな、これかな、仙人岳はあそこのピークっぽいですね。さあ
から見える浅間山はこんな感じです。自然体なのでちょっと涼しいですね。浅間山のグルート、浅間山です。なかなか黒富山は山頂は狭いです。ビューポイントなんですけれどなかなか狭いので、分岐まで来ました。こちらの分岐から湯の平まで戻りたいと思います。一気に下って降りていきますね。だいぶ浅間山が上の方に見えてくるようになってきました。だいぶ降りてきましたね。湯の平分岐まで戻ってきました。火山館のある小屋まで戻りたいと思います。火山に到着です。ちょっと休憩して帰ります。こんなところにいたの。うちの鳥居までやってきました。豚さんいるかな。浅間山のこの外回りを登ってきました。無事に戻ってこれてよかったです。お疲れさんでした。日向ぼっこじゃなくて日陰で休んでるんだね。駐車場料金を払った500円で入浴の500円引きになります。浅間山荘にある天狗温泉に入ってから帰りたいと思います。